違うんだろう。台湾でさ、花火大会はいつも情人節のイベント。あ、そうなんだ、うん、でもあの2月のバレンタインじゃなくて七夕だぞ。そうなんだ、そう、面白い。え、じゃあカップルがいっぱいいるってこと？そう、まあ今年は延期だからさ、親と家族みたいな感じかな。なるほど。そう、私たちが来たのはここは渔人码头。懐かしい。今日の企画は台湾の花火大会紹介したいと思います。すごいな、淡水で行われるんだね。でも実は2つ場所がある。うん、1つは大道城、1つは渔人码头。うん、去年も同じ。そうなんだ、うん、え、台湾ってさ、浴衣とかは着ないよね。なんか特別なさ、着るものとかないの？ないね。ないね、暑いからさ。あ、そうなんだ。あ、でも大道城ですね、うん、あの浴衣がさ、レンタルしてる。超日本式。そう、うん、食べ物とかは？食べ物は屋台かな。あるんだ。なんでもある、うん、じゃあ今日は先輩お願いします。皆さん、秘宝があります。どうしました？パンパンです。パンパンですか？もうどうしよう。ちょっとさっきの唐揚げとか、うん、あとピザもあるらしい。ちょっとあそこ買ってみよう。めっちゃ待ってたね。すごいね、食べ物を買うにも一苦労、30分くらいかかったよね。そうそうそう、やっぱり今日はめっちゃ人がいっぱいね。じゃあみんな頼んだのは何ですか？私は百香果冰沙。マナは？私とリンリンは百香果綠茶。うん、はい、ね、ジンゴン。で、朝市のこういうドリンクがある、うん、ちょっと安くて、ちょっと昔の味。あゆいちも、うん、そう。今日は食べ物何頼みました？一つはパスタ、お、一つはワッフル。どうぞ。嬉しい。いただきます。いただきます。あんまり味してないです。でもよかった、座れるところ見つけて。なんか日本でさ、ピクニック感が強い。うん、確かに、みんななんかレジャーシートとか引いてみるよね。買い物どうなの？いないよね。いない、うん、じゃあみんな立ってみるの？うん、うん、じゃあよかったね、今日今座れて。なんか私の想像だと屋台とかがいっぱい並んでるのかと思った。この店はもともとここにあるお店ですけど、屋台は多分さっきの同じあの綿飴、うん、あれはこっそり入ったの。そうそうそう。あ、そうなんだ。実は多分禁止なの。じゃあもしかしてさ、終わった後とかさっき後で見に行ったらさ、なくなってる可能性もある。そうそうそう。部屋で来たらさ、うわーって。みんなマイクついてる。そう、グリーグリジーは誰か見てて、検索で来たって言った。降りました。そう、僕が隠れた。そう、うん、びっくり。パスタも食べて、うん、どうぞ。いただきます。うん、レンジクオリティだ、これは。おめでとう。でもね、外で食べてね、ビジョンも誘われて。私のことですか？これとも私のことですか？はい、私の方が好きですか？怖い怖い怖い。私の方かな？怖い怖い。見て、すごい行列。やべえぐらい。何の行列？2階に行きたいからさ。え、テラスでこんな並んでんの？いや、でも2階何もないよ。屋台もないし。そうなんだ。並んでみる。でもなんか並んでるの見るとさ、並びたくなっちゃうよね。いやーまあね、まあまあまあ並んでみよう。長いから、長いから。あー、エンジンあるある、あるあるね。
やばいいよ、やば、見てやば、人が超いっぱい、見てちょっとどこからどこら辺で座ってみようかな。え、ね、どうですか。すごい、花火大会の雰囲気ある。そうだね、なんか私たち さっきはあみんな座らないって言ってたけど、まさか2階みんな座ってる。ねえ、だから1階と2階違うのかもね。多分1階の人は立ってる。そうだね。え、超楽しみ、やば。マナーはそういうタイプだから。そう、人が多くなったら盛り上がるでしょ。私雰囲気用意しちゃうのかな。 あと10秒です。あと5秒。ほんとね、はいはい、おい、おい、オンタイムではないな。オンタイムじゃない。まあ年越しライブはオンタイムだけど、うん、あ、そうなんだね。あの味の薄さ5分の1ぐらいかな。5分の1、うん、あ、でもさっき店員さんが言ってたの、うん、台湾人の口に合わせて味が調整した。なるほど、だからかな。すごい薄い、だから日本人にとってはびっくりしちゃうかも。あとはもう一つの焼きそば、うん、同じ味。嬉しいのが上に鰹節ちゃんとかかってある。いただきます。ちょっと具がないかも。あー、なるほど。あと本当に味が薄い。でも青のりと鰹節があるからアクセントになって嬉しい。台湾でも日本気分を味わえるね。じゃあ次は台湾の定番タイカオです。イエー、串焼きだぞ。これは牛肉かな。あー、なるほど。あと豚肉と鶏肉も買いましたね。じゃあリンリン、これにしようかな。淡水といえばこれや。イカ、いかがでしょうか。じゃあ一緒にいただきます。うん、どう、お前うまいと思うけど。しょっぱ。どう、しょっぱいな。
多分あのイカでさあんまりタレを吸えないからさ、多分味はちょうどいい。でも牛肉はめちゃくちゃしょっぱい。そう、うん、なるほど、うん、次はあと何があるんですか。いただきます。いただきます。うまい。ちょっと臭い。そうなんだ。そんなにびっくりの。臭いってどういう意味。ちょっと鶏の臭みあるよ。うん、臭いね。まあでも味付けは多いんじゃんけど、でもなんか若干鶏の臭みがあるね。うん、この3つの肉の中に一番美味しい。そう、うん、よかった。一番美味しい。いいの。ああ、味ちょうどやな。うん、ちょうどいい。まだも食べて。終わりました。とかも今もう空時だよね。せやな。帰りたくないな。残り惜しいね。本当に良かった。本当に想像以上に良かった。好，那你可以明天再来。啊，じゃあ明天。出国回来。明天来ます。まだこれから四週間の土日あるね。四週間、そうそう。四週間の週末全部ある。うん。あとお兄さんにも会えたし。マナの運命だね。せやな。頑張ってね、マナの。頑張る。じゃあ皆さん今年花火大会見てみましたか？ぜひ教えてください。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。この動画が好きなら高評価して、それから私たちチータモールをフォローしてお願いします。それじゃあバイバイ。